様の天下を家康より取り戻す。そのためならば俺は誰とでも戦う。本陣が落ちれば全てが終わる。敵将を一人たりとも入れては。ならぬ助太刀感謝する。共に東軍を打ち滅ぼそうぞ。 敵に通じているとの噂もある。奴はこれが抑えておる。バカめ、これが格の違いよ。島津は無勢ゆえ動かずとも影響無駄。そうだ一緒。 兵力ではこっちに分がある。が、非協力的な味方な、チラホラだね。つまらぬ敵だ。もうやるか。<笑>本気で来てんな、三成。まだ勝負はついてねえ。待ってやれ。 押されておる。ここは一旦引くしかあるまい。逃がさんぞ。おえ、敵将討ち取ったり。<笑>我が隊の快進撃は止まらん。 開門。開門。いつまりこれがお前の覚悟か。俺も体勢を立て直し本気で戦うのだな。 ここは捕らえてくださいよ。敵は小西さんを餌に炎を強めてきた。雪長とは秀吉様のもと苦楽を共にしてきた。見捨てることなどできん。つまらぬ敵だ。もう終わりだ。やれやれ。まあ、 そうおっしゃるとは思ってましたけどね。前の隊は本陣守備、蒲生隊は殿のおそばや。残りの皆さんには殿の援護を頼みますよ。三成大将の癖に青臭い。だがその熱さ、北は我らが制圧した。三成、この戦勝てるぞ。 つまらぬ敵だ。もう終わりか。つまらぬ敵だ。もう終わりか。やはり来たか、三成。その上位に貴様は滅ぶ。 だから俺は家康が好かんのだ。始末の沈黙不気味だな。あいつの武士潰すのが最善だ。島津が狙われているようだぞ。
放っておくわけにもいくまい。 もう二度と深くは取らぬぞ。 勢いに侮れない。 家康様にご報告せねば。 つまらぬ敵だ。 もう終わりか。 鬼にも義は 情もある。 助けられた恩は返さねばなるまいな。やっと動いてくれましたか。承知者。承知者。殿といい島津といい面倒なことこの上ないね。全軍三成に突撃せよ。今こそ勝利をつかむのだ。 も大詰めだな。これで勝利を決定づける。義は我らにあり。皆、かかれ。勝者。勝者。あっぱれなる勇士よ。おめでつかわず。敵将、討ち取ったり。 つまらぬ敵だ。もう終わりか。家様、西軍の勢いは想像以上です。ん？ならばここで一手打つ。大槌を用意せよ。西軍に向け放て。 家様からの合図じゃ。我らは今より東軍に着く。やはり秀明は敵に内通していた。尋問の重心、許すまじ。バカめ、 これが格の違いよ。 承知者。 三成、お前には負けてもらう。 豊臣の家を守るのは俺たちだ。 三成様たちの最襲撃に相次ぐ願いり。もはやこの命捨てねば止められない。三成左近、先に行く。開門。志半ばで散った義継様のためにも、 本陣に通じるこの砦は命を懸けて守る。バカ、義継が撃たれたと。本気になるのが遅えんだよ、頭でっかち。 もっと早く喧嘩してるや。ずっと一緒に。承知者。承知者。ここで一時的に勝ったとしてもどうにもならないだろうが。バカ。さすが家康、一瞬で戦況を変えちまった。殿、 あとは俺たちに任せて撤退を。
ざけるな。俺がお前を見捨てると思うか。タコ、命令だ。俺と共に退路を開け。そして最後まで俺を支えろ。急げ。縁をつける。二人は撤退を開始したか。逃してはならん。追撃せよ。開門。ここは天の助けかもしれん。奴らが追撃にかまけて本陣を開け放った。サコ、皆を先に逃がせ。俺は密かに手薄になった敵本陣を突く。お供しましょう。俺たちバカ主従にぴったりなバカな策だ。目にも見よ。これほどと。見事にございますな。つまらぬ敵だ。もう終わりだ。勝利への執念、できながら見事であった。三成、左近、いずれまたまみえようぞ。家康め、逃がしだけは早い。しかも敵の増援もご登場です。殿、もはやこれまで。今度こそ引くしかない。